サムスンの利益が 96% 減少しました。韓国経済をリーマンショック並みの衝撃が襲っています。韓国経済を支えるのは半導体産業、ひいてはサムスン電子です。サムスンが傾けば、韓国経済も傾きます。ところが、そのサムスンが、なんと、今年1月から3月期に、営業利益が 96% 減少というとんでもない業績を出したんです。このレベルの業績は、リーマンショック直後の2009年以来のことになります。あまりの事態に韓国では、まるで IMF 危機の再来だ、という声さえ上がっているほど、実際、韓国経済の悪化もそうなんですが、外国人投資家が次々と韓国から逃げ出していること、大統領が経済音痴なこと、日本やアメリカとの関係が悪化していること、合わせて4つの特徴が IMF 危機の時とぴったり一致しているんです。今回は今の韓国が直面している経済危機について詳しく見ていきましょう。現在の韓国経済は、あらゆる指標が過去最悪を記録しています。2023年1月、2月の経常収支は、実に11年ぶりとなる2ヶ月連続の赤字。外需頼みの経済を支える貿易は6ヶ月連続で赤字。国の借金は、建国以来最大となる1000兆ウォンを突破。1100兆ウォンを超えるのも時間の問題と見られています。その上、企業の業績も芳しくありません。営業利益を 96% 減少させたサムスンを筆頭に、半導体産業全体が不況に苦しんでいます。さらに、半導体以外に韓国を支えている鉄鋼や石油化学、エレクトロニクスなどといった主要産業でも営業利益は激減しているんです。国と企業がこんな調子なので、韓国人の生活も最悪。物価は上がるのに給料は上がらないという典型的なスタグフレーション状態に追い込まれています。今の韓国経済は、どこをとっても最悪というヤバすぎる事態に陥っているんです。そのため、最近の韓国では、国家が破産する日という2018年に公開された映画が5年ぶりに注目されています。1997年に起きた韓国の IMF 危機を描いたフィクション映画です。観客動員数は370万人を超えるなど、社会派映画としては大ヒットを記録しました。この映画が再注目されている理由は、映画で描かれた IMF 危機当時の韓国と2023年現在の韓国がそっくりだから。1997年の韓国は、深刻な経済不況に見舞われていました。財閥系の大企業はバンバン倒産するし、その倒産で銀行にも不良債権がどんどん溜まっていくという状態だったんです。そこにアジア通貨危機が直撃。もともと弱体だった韓国経済はあっさり陥落し、IMF からドルを借りないとどうしようもならないという状況になりました。そこで韓国は IMF から210億ドルを借りた上、さらにアメリカから50億ドル、日本から100億ドル、その他の国や機関から210億を借りて、この危機を乗り越えました。その総額は、なんと570億ドルにも及びます。IMF にお金を出しているのも主に日米政府なので、実質的に、韓国は日本とアメリカに危機を救われたんです。ところが、韓国ではこの IMF 危機について、日本とアメリカが韓国をはめた、と考えられています。先ほどご紹介した映画でもそうです。この映画が IMF 危機の起きた最大の原因として指摘したのは、日韓関係、米韓関係の悪化。当時のキム・ヨンサム大統領は、日米に対しては、異常なほど強気な外交政策を取る一方で、ノースコリアに対しては、異常なほど甘い態度を取っていました。それで、韓国人は、日米に盾ついたから、アメリカは、韓国を IMF 送りにした。日本も韓国を助けなかった。と信じているんです。実際には、90年代の韓国が後先考えない無茶苦茶な経済政策をやりまくったのが原因なんですけどね。韓国人の妄想はいつものことですが、そういえば、最近も日米には強気で、ノースコリアには甘い大統領がいましたよね。そう、ムンジェイン前大統領です。
ムンちゃんの外交政策は、当時のキム大統領と本当にそっくりなんです。それで、今の状況は、IMF 危機の時と同じだ。という声が上がっているんですね。それだけじゃありません。この二人には、経済音痴という共通点もあります。さらに、当時も今も韓国経済は崖っぷち。主要産業は、どれもこれも、大不況に追い込まれていますし、それを見た外国人投資家も、次々と韓国から逃げ出しています。日米との関係悪化。大統領が経済音痴。外国人投資家の韓国離れ。韓国経済の悪化。こういった4つの特徴が、IMF 危機の時とぴったり一致しているんです。順番に説明していきましょう。まず、日米との関係悪化については言うまでもありませんよね。ユン・ソンニョル現大統領は関係改善を目指していると言われていますが、それはマイナス100だったのがマイナス80くらいになっただけ。日本の哨戒機に対する火器管制レーダー照射事件について、韓国は未だに日本が悪いと言い張っています。アメリカ主導の半導体同盟 GIP4 にも中国を恐れて参加しようとしていません。ムンちゃんが引っかき回したせいでもあるんですけど、日米との関係が良くなったとはとても言えない状況なんです。そして、二つ目の一致点、大統領が経済音痴。これも、ムンちゃんの置き土産がかなり効いています。ムンちゃんは、国民の生活を救うというお題目で、とにかく無茶苦茶な経済政策を繰り返してきました。例えば、最低賃金の大幅な引き上げ。就任初年には、一気に 16.4% 引き上げ、たった5年間で最低賃金を 1.4 倍にしました。当然、こんな急激な引き上げに中小企業が対応できるはずがなく、従業員の解雇や倒産が相次ぐ結果になっています。そのせいで、若者の失業率まで一気に急上昇し、国民が金を持っていないから国内需要も回らず、景気も悪くなるという悪循環に陥りました。例えば、電気料金の固定。燃料代が高騰しているのにもかかわらず、電力公社に料金の値上げ禁止を命じたせいで、公社は莫大な負債を抱えています。その結果、社債を大量発行することになり、民間企業はお金を借りようとしたら利子を高くするしかなくなりました。投資家たちはみんな、公社のオーナーは政府だから確実に返済される。倒産するかもしれない民間企業に貸すより安心だ。と考えたからです。韓国企業は、この不況の中、借金の重い利子をどうにか絞り出すという地獄に追い込まれています。ムンちゃんの経済政策は、韓国経済を破壊するものばかりだったんです。しかも、国民の生活を救うとか言いながら、巡り巡って、国民の生活を苦しめる結果になるというおまけ付きです。さらに、この状況で、外国人投資家が、一斉に韓国市場から逃げ出しています。これが三つ目の一致点です。2022年、外国人投資家は、韓国企業の株式を2006億ドルも売り越しました。これは、日本円にして約26兆円に相当します。外国人投資家は、持っていた韓国企業の株を26兆円分、株式から現金に変えて韓国から抜き出したんです。もう一回言いますが、2022年のわずか1年間で26兆円分の株式が売却されて、外国人が資金を韓国から自国へと引き出したんです。尋常な事態じゃありません。まるで沈む船からネズミが逃げ出すように、韓国から外国人投資家が我先にとどんどん脱出しているんです。しかも、その脱出によって韓国から引き出されたのは総額26兆円という巨額も巨額。その上、もっとも外国人投資家が売り払ったのはサムスンの株でした。そう、韓国経済の大黒柱であるサムスンはとっくに外国人から見放されているんです。その大きな理由は半導体不況。2023年4月現在、半導体は全く売れていない状況なんです。特にメモリ半導体、SD カードや USB メモリ、PC 用のメモリなど、何かを記憶するタイプの半導体は価格下落が止まりません。さらに言えば、スマホや PC メーカーにはこういったメモリの在庫が山積みになっています。だから、
サムスンがいくらメモリを作っても誰も買ってくれないという状況になっているんです。なお、この溢れかえった在庫がはけて、メーカー各社がメモリを買うようになるのは早くて2024年と予想されています。つまり2023年中はずっと誰もサムスンのメモリを買ってくれないんです。そりゃ誰だって株を手放しますよ。実際サムスンの1月3月期の営業利益は前年と比べて 96% も減少しました。2022年の同じ時期と比べて 0.04 倍っていうと、そのヤバさが伝わるでしょうか。この時期の利益は約600億円。3ヶ月間の利益が1000億円を下回るのは、リーマンショック直後の2009年以来のことになります。リーマンショック並みの衝撃がサムスンを襲っているんです。これは、韓国経済そのものがリーマンショックに襲われているのと同じです。韓国経済はサムスンという大黒柱が一社で支えています。韓国の GDP に占めるサムスンの割合は、驚異の 15%。サムスンがくしゃみをすれば、韓国経済は風邪をひくなんてレベルじゃありません。サムスンがくしゃみをすれば、韓国経済は、一発で、病院送り、なんなら棺桶送り。それくらい、韓国経済はサムスンに依存しているんです。実際、今の韓国経済は、国も企業も国民も苦境にあえいでいます。これが、IMF 危機との4つ目の一致点。最後にして最大の一致点です。今年1月の経常収支は、1980年に韓国が統計を取り出して以来、最大の赤字額を記録しました。お金が韓国からかつてない規模で流出しているんです。さらに、今年に入ってからの税収は、前年と比べて一気に 21% も減少しました。政府内部では、このままでは補正予算分の税収が足りず、予算執行ができなくなる。という声も上がっていると言います。政府にお金がないので、国と契約した業者にお給料を払えなくなると見込まれているんです。サムスン以外の韓国企業も危機に直面しています。全く物が売れないんです。今年に入ってからの貿易赤字は、前年の3倍を記録しました。2022年の韓国の貿易赤字は、過去最大となる478億ドル。しかし、2023年は、過去最大の3倍というとんでもないスピードで、赤字がどんどん積み上がっているんです。3月末時点での貿易赤字は240億ドル。2022年に記録した過去最大の貿易赤字を更新するのも確実だと見られています。それどころか、下手したら、1000億ドルの大台になるかもしれません。この莫大な貿易赤字の原因は、全面的な輸出不振。3月期、半導体の輸出は 44.7% 減とほぼ半減。それ以外の韓国の主要産業もほぼ全てで減少を記録しました。石油製品マイナス 10.6%、 鉄鋼マイナス 12.7%、 通信機器マイナス 40.8%、 自動車部品マイナス 4.5%。 誰も韓国企業の製品を買ってくれないんです。外需頼りの韓国経済にとっては致命的で、景気は一気に冷え込みました。しかし、景気停滞、スタグネーションが進む一方で、韓国では、原油価格、原料価格の高騰による物価上昇、インフレーションが進んでいます。今の韓国経済は、不況続きでお給料も上がらないのに、物価だけが上昇するという典型的なスタグフレーション状態に陥っているんです。実際、2022年夏に韓国経済学会が行った調査では、韓国の経済専門家10人のうち6人が、今の韓国はスタグフレーション状態にあると太鼓判を押しています。見栄を張りがちな韓国人の目から見ても、今の韓国経済は、そんなヤバすぎる状態にあるんです。こんな状況なので、2022年第4四半期、韓国の GDP 成長率は 0.4% のマイナス成長を記録しました。これは、新型感染症が猛威を振るっていた2020年第2四半期以来の快挙です。最大の原因は韓国企業の輸出不振ですが、第2の原因は民間消費の激減にあります。韓国人がお金を持っていないせいで、家電や衣類から宿泊業や観光業まで、とにかく何か
お金を使うモノサービスが大打撃を受けているんです。その上、韓国では不動産バブルの崩壊も始まっています。不動産価格が一気に下落しているんです。このバブル崩壊そのものもかなりやばいんですが、それ以上にやばいのは、韓国で不動産を買う人は借金をして買う人が多いということ。これまで韓国では不動産価格は高騰し続けるという神話が信じられていました。そのせいでお金がない人の間でも借金をしてマンションやらの不動産を買ってしばらくしてから売り払って高騰した分の差額を収入にするという錬金術がまかり通っていたんです。以下はその例です。この場合、借金をしてでもマンションを買えば200万円の収入になります。しかし不動産価格が高騰ではなく下落すれば、この錬金術は崩壊します。借金をしてまで不動産を買っていた人は、今まで以上の借金を背負うことになるんです。当然、韓国人の生活は、さらに余裕がなくなり、民間消費は、さらに激減します。そのせいで、韓国経済が、さらなる不況に陥るというのは、言うまでもありませんよね。以上、現在の韓国には、IMF 危機当時と4つの共通点があるわけです。日米との関係悪化、中国包囲網への不参加、蒋介石、竹島問題など、大統領が経済音痴、お花畑な経済政策、外国人投資家の韓国離れ、26兆円の資金流出、韓国経済の悪化、国も企業も国民も大赤字。特に、経済の悪化は致命的で、あらゆる指標が過去最悪を記録しています。韓国経済という爆弾は、爆発するのか、しないのかというレベルではなく、いつ爆発するのかというレベルにあるんです。韓国が再び IMF に助けを求める日は遠くありません。さて、それでは最後にこの話題について韓国から寄せられた反応を見てみましょう。今の経済危機は過去一番レベルだと思う。最悪、IMF の悪夢が再来してもおかしくない。日本からの誠意ある謝罪はしばらく諦めるしかない。日本との関係が悪化したら支援を受けられなくなる。日本からの支援。 IMF 危機で苦しんでいる時、韓国を裏切って背後から襲ってきたのが日本だ。この売国親日派野郎、いかがでしたか。今回は現在の韓国経済が IMF 危機直前とそっくりな状況に陥っているという話題をご紹介しました。韓国経済のヤバさは、過去最大の貿易赤字とか統計を取り出して以来、最大の赤字額といったワードが頻出したことで伝わったかと思います。それにしても、1997年の時、日本は100億ドル以上を出して韓国を助けたのに、むしろ日本が裏切ったと逆恨みしてくるなんて本当に韓国人ですよね。恩をあだで返すどころか、自分が受けた恩を恩とすら認識していない。こんな国とはもう付き合っていられません。一人で勝手に苦しんでいれば良いと思います。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。